32歳の時ですね、カメラマンデビュー。へー。それまで編集者っていう形で、まあ今でも編集の延長線上でやってるつもりだったりするけど、僕は常にそのアーティストサイドっていうよりも、その街の中で使われてる写真とか街の中で扱われてる写真っていう方をどういう風に見せるのかってことをやってきたんですね。うん、当時はやっぱりちゃんと編集をどういう風な本を作ることかっていうところがすごくベースにあって、そこから外れるような企画はどんなにお金を積まれても断るみたいな、すごいなんとか昭和な感じするんだけど、でも芯が通ったというか、うん、だからやっぱり雑誌にすごい個性があったと思うんだけどさ、俺ね、アウトサイダーがすごい好きなんだよ。だからその社会の枠から入ってないっていう人たちがすごい好きで、だからそのニューヨークパンクとか、やっぱりロンドンパンクとかさ、パンク好きだったりとかグラム好きだったりとかって、あれは決してメジャーではなく、アンダーグラウンドとしてのそのまま大きくなってメジャーになったっていう感じだったりするじゃん。ところが日本に来て思ったのは、日本ってそのアンダーグラウンドを気取りながらサラリーマンみたいな人多いじゃん、うん、でも俺がアンダーグラウンドっていうのは、物を作る人たちのことアンダーグラウンドって、オーバーグラウンドってメジャーっていうのは物を買う人たちだと思うんだよ。俺は本来やっぱりその自分たちのこう価値観の動く人たちっていうとこが、その国の中ですごい重要なメンバーです。日本人がハーモデルになれるわけねえだろうって言ってそれは絶対ね、それがメジャーとしたら、このメジャーのバンドのアンチのカウンターカルチャーが出てこないと、うん、このぐらいの世代が来るんだったらこのぐらいの世代がやればいいんだろうっていう、大まかな考えを商店街が持ってて、それに代理店がさすがでございますねっつって、もうその通りの店作ってあげるっていう、そういうもう本当に何ていうかな、日本にはもうマーケティングもブランディングも俺は何もないと思ってたりするんだけど、入ってるものがもう全部カラオケ館があって、でファストがあって、もう地方じゃんこれって話じゃない。もうせっかく原宿来たのに、原宿にしかない店っていうのはないんだよ。この本当に今どんどんカルチャーを捨てていく日本と、うん、やっぱりカルチャーが全てやっぱりこう作り出すっていう、やっぱ商売するんだったら根元にカルチャーがないとダメっていうことに気づいてるから、それをすっかり忘れてしまった日本人と、やっぱそこはすごく不安なとこあるよね。おっさんね、43歳で2歳で写真を撮り始め、うん、56で絵を描き出したっていう一応そのぐらいのスピード感で、なんかやれんだぞみたいなとこも見せれるといいなってなって。